皆さんこんにちは。今回は浜辺美波さんをご紹介します。本名浜辺美波、生年月日2000年8月29日、出身地石川県津幡町、身長157センチです。浜辺さんは2011年1月9日、母親の勧めで東方シンデレラオーディションを受け、ニュージェネレーション賞を受賞し、芸能界入りを果たします。当時10歳だった浜辺さんは、女優ではなく歯医者になりたいと思っていたそうです。また、お手玉が好きだったので、シルク・ドゥ・ソレイユに憧れており、女優のオーディションはあまり乗り気ではなかったのですが、その分リラックスして、どこまで行けるのか楽しむことができたと語られています。みなみという名前は、浜辺さんのお母さんがタッチに出てくるヒロイン朝倉みなみが好きでつけたとのこと。テレビのバラエティ番組で声優を担当していた日高のり子さんと会った時は随分喜んでいたようですね。2011年公開の映画アリと恋文の主演を務め女優デビュー。2015年5月25日にファースト写真集瞬間を発売し、同年9月21日に放送された人気アニメが原作のスペシャルドラマ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないで本間芽衣子役を演じ、世界観を忠実に再現していると高評価され注目を浴びることになります。2016年小林律さんの人気麻雀漫画さきの実写ドラマ化作品で主人公宮中さきを演じてテレビドラマに初主演します。2017年角野夜さんのベストセラー小説君の膵臓を食べたいの実写映画で北村匠海さんと共にダブル主演を務め話題になりました。この映画に主演したことで第42回報知映画賞新人賞、第30回日刊スポーツ映画大賞新人賞、第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。浜辺さんは以前から注目されていたのですが、ここでブレイクしたと言えますね。2019年2月に堀越高校を卒業し、その後も女優として活躍。2023年春から放送の NHK 連続テレビ小説らんまんでは、植物学者牧野富太郎をモデルとした主人公牧野万太郎の妻牧野末子を演じることが決まっています。目標とする俳優は高嶋政宏さんと弟の高嶋政信さん、憧れの女優は司陽子さんだそうです。プライベートでは実はかなりのインド派で、一人の時間が一番大切、休日に自宅でマイペースに過ごすことが頑張ろうという活力になると発言しています。趣味は読書。宮部みゆきさんのミステリー小説や東野圭吾さんの作品ハリーポッターシリーズのほか、マギ、キングダム、暁の夜などの漫画も好きで読んでいるそうです。また弟の影響で仮面ライダーシリーズが好きで、好きな仮面ライダーは仮面ライダーウィザードとのこと。今までの仮面ライダーシリーズと違い、魔法を使うファンタジー路線であるところが気に入っているようです。2019年春のインタビューでは自分の性格について、決断は早いけど一度決めてしまうとなかなか譲らないので頑固な性格だと思いますと語り、女優という職業についてはとにかく続けていくこと、自分に素直にもっと感受性豊かにいろいろな影響を受けながら役に寄り添っていけたらいいなと思いますと語られていました。現在大活躍中の浜辺美波さん、今後の活躍にも期待したいですね。